青森に来ました。ねぶた祭り来ようと思ったんだけど、もうすでに人気の青森グランドホテルはほぼ満員でした。で、東京からもう我がブログでもおなじみの弟分斉藤大も来てくれました。どうも斉藤です。いつもお世話になります。ねぶたちょっと早いですけども来ましていいと思います。でも大が来た理由はいろいろ聞いたらですね、青函連絡船見たいとか、はい、北斗星がここでいろいろあるとか、あのナイトトレインがね、はい、そう、寝台車が、はい、いいんですよ。そしてさらに、小太りの隣はこちらの坂本社長です。はじめまして、坂本でございます。いろいろお世話になります。こちらこそお世話になります。お隣は坂本さんの可愛い妹さんで、こんにちは。本当はね、関西だけどね。そうですね、うん、ここに来て、青森に来てもう3年。3年です、ね、はい。さっきね、地震の時大変だって聞いたけど、でもお兄さんも社長もたまたまこっちに来てくれたんでしょ。そうです、助かりました、いいね、兄弟でねいつでも青森でお待ちしてますんで。そうだね遊びに来てください。でも特に担当は婚礼の方とか宴会の方。そうですね、でも普通にフロントにも立ってますし、電話にも出てますので。あ、そう。おひいきに。はい、そして独身だということ。独身、そうです。30歳独身です。で、ベテランのもうこの道一つ40年だっけ。野沢です。はい、よろしくどうぞ。40年だっけ。40年そうですね、はい。生粋の青森っ子でございます。どうぞ皆さん青森いらしてください。お待ちしています。というようなメンバーで集まって、それでは皆さん、楽しく乾杯しましょうかね。はい、では、皆さんの検証とブログ仲間の皆さんのご発展ご多幸を祈って乾杯。乾杯。